札幌では新たに15人の感染が確認されたほか、旭川で3人、日高管内、上川管内でそれぞれ1人ずつとなっています。亡くなった方はいません。また、札幌市内と旭川市内の合わせて2つの施設でクラスターが拡大しています。